部屋。皆さんこんにちは、あきしと申します。さあ今日はですね、新しい機体を作ってみました。こちら AI 戦闘機です。 AI でもね動かせる飛行機を作りたいなということで作ってみました。一人でね空中戦ってなかなか難しいじゃないですか。飛行機を AI にするとね、なかなかうまく操縦してくれないんですよね。なので AI でも比較的に動かしやすいようにちょっと作ってみました。仕組みはですね、ホバーバグで浮かせて同じくホバーバグで前進するような仕組みになってます。で、武装こんな感じですね。そこまで攻撃力は強くしてないです。まあ、あくまでもね演習相手ということでちょっと作ってみました。で、ジャイロが積んであって、機体をねちょっとだけ上向きにしてるんですよね。で、 AI が動かしても斜め上に飛んでいくような感じにしました。こいつねいっぱい出すと面白いんですよ。いきますよ。行ってこい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 行ってこーい。いいでしょこの光景いいよね。はい、こうやってね味方にしてね編隊を組んで飛ぶのもなかなか面白い。あー、いいねちゃんとお前らついてこいよ。こっちだ。何機かちょっと敵にしてみます。ちょっとね敵にして離れちゃうと止まっちゃうんですけれども、近づくとね動き出しますんで。で、どっちかっていうとね、ちょっと演習相手ということでね、すぐ迎撃できるようにバリアリペア積んでおりません。あくまでも空中戦を楽しんだりとかね、火力テストで使う感じをね想定してますんで。そしたら AI 戦闘機を敵にしてちょっと空中戦を楽しんでみたいと思います。まだね全然テストしてないんですよ出来たてほやほや。よし、これで全部敵にしていく。よし、じゃあちょっとシープで迎撃してみましょう。あ、空中で止まっちゃってるな。さあ勝負だ。おらお前らちゃんと撃ってこいよ、こっちに。おお、いいねいいね。ういー、おら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 、気持ちいい空中戦なあんまりやり慣れてないからねいやー気持ちいい。オッケー、全部やったかな。全滅、ミッションコンプリート。いや、ちょっと改良は必要ですけどね、なかなか面白いですね。まあ、こういう戦闘機もいいですけど、下からリパルサーキャノンで狙ってくるね、ちょっと車両も作ってみたいですね。それもちょっと AI 車両として、演習相手でね、ちょっと作ってみようかな。はい、完成しました。こちら、対空リパルサーキャノン搭載型、地対空攻撃車両。さあ、こちらの機体はですね、ちょっとリペアとバリアを展開できるようにしております。でもね、バッテリーガンガンに積んでないんで、結構早くね、充電切れると思うんですよね。そこまで強くない。で、AI が動かしやすいようにタイヤも大きくして、障害物でこうね引っかかるとかもあんまないようにしました。よし、ちょっとこいつと戦ってみよう。こいつ3機ぐらいちょっとやってみようかな。武装はですね、対空リパルサーキャノンとミサイルランチャーハイブと、あとはこの2連機関砲ですね。武装はそれだけ。さあ勝負だ。上を通るとリパルサーキャノンで狙ってくるいいね。そこまでね強くないはずなんですよ。はい、すぐ充電切れた。お、ハイブ起動してきたな。いいね。リパルサーキャノンつけすぎるとね、もう何もできなくなっちゃうから撃たれると。あ、ちょっとこれぐらいがバランスいいかな。オッケーオッケー。さっきの AI 戦闘機も今のね対空車両も3機出して全部敵にするのめんどくさいじゃないですか。かといってね1機じゃ相手にならないし、ということで一気に呼び出して一気に敵にできるように、マザーとかねパンドラみたいに分離機体を作ってみました。それがこちら。はい、こちら対空分離機体ウラヌスでございます。このウラヌスはですね、最近追加されたこういうねベンチャー車のブロックだったりとか結構積極的に使ってみました。まあ後ろのねブースターの部分とかね、新パーツを結構使ってみました。で、ブースターを吹かすとちょうど100キロぐらい出ますね。 AI 戦闘機4機と対空戦闘車両4機ずつ搭載しております。さあちょっと充電してみましょう。はい、充電完了しました。ちなみにですね、充電するとですね、本体の下の方に重力増幅エンジンが積んであるんですよね。なのでバッテリーがある状態だと、はい、このように下にね吸い付いて普段は移動することになります。
主にベンチャー社とホークアイ社のブロックでできております。でこういうね新パーツふんだんに使っております。どんな感じかなと思ってちょっと使い慣れたいなと思ってね、いろいろ使っております。こういうブロックとかね。でこの母艦の方の武装がですね、アバランチ二連機関砲とクラスターミサイルが主な武装ですね。あまり強い武器はねつけておりません。本体のバッテリーはメガリアクターバッテリー8ですね。で大量のベターフューチャー社のスラスターで機動性を持たせてるといった感じです。コストがですね1300万、結構高いね。さあ分離、この分かれ方にねかなりこだわりました。もうほぼほぼここにだけしかこだわってないね。まあ個人的にはすごい満足してますね。ちゃんとついてきてくれるしいいですね。上に行っちゃったやつらはねもう戻ってこないんですけど。二度と戻ってこない。戦闘機は上に行って対空車両は下に降ろされて本体はホバーで浮くと、こういう形になってます。で本体の攻撃はこんな感じですね。さあこのウラヌスせっかく作ったんでちょっとこいつを敵にしてね性能を確かめてみましょう。真剣部屋、自分の機体はですねちょっといつも通りシープに乗ってね試してみたいと思います。おーいいね、基地っぽいね。おら行くぜウラヌス勝負。お分離した分離した、おお容赦なく撃ってきた。おーいいねいいね。うわーちょっと戦闘機結構強えぞ。まあでもこいつらバリアないからな、バリアとリペアないからすぐですよ。いいねいいね、空中戦も楽しめると。よしよし OK、 戦闘機は全部やったぞ。さあそして対空車両、あーめっちゃリパルサーキャノン撃ってくんな、いいね。そしてあのクジラみたいな母艦、あいつもいいね。前行ったらちょっとねアバランチがあるからね危ないんだよね。よし一機目撃破、やっと一機だよ。よし誘爆したぞ。あーハイブが起動した、やべちょっと強く作りすぎたな。言うてもねそこまで強くないんだけど微妙な強さになってしまった。まあいいか、これはこれでまた作ればいいわ。ウラヌスの母艦がなかなか硬えぞ。やっぱホークアイブロックに囲まれてるから硬えわ。おバッテリー切れた、よしチャンスチャンス。いやー硬えな、やっぱホークアイって強いね。キリがねえや、こいつで一気に勝負を決める。一発シープより全然強いこいつでね、ウラヌス2機とちょっと戦ってみたいと思います。2機はどうかな。さあ分離したぞ、うわやめてやめて、こうなるよねこうなるよね、そうだよねそうなんだよ、だから4機でとどめたんだよ。よしまずは上から片付けるか、すげえいっぱいいるな。でもこいつならね、あーやべえ対空リパルサーキャノンやべえ、結構届くんだな下から、いいね。上に気を取られすぎるとやられるっていうね。さあお前ら勝負だ、おー入り乱れてるね、いいねいいね、空での混戦はいいね。大体倒したか、よしあとは下だけだ。くそハイブが、ハイブがうざって、あーバッテリーが切れた、くそー、あーやられた、マジかー結構強えな。よしちょっと戦闘機じゃないけどもうジュピターであいつやっちゃおう。同じ惑星の名前つながり、普通にウラヌスあれだな、戦車とかの演習相手としてもいいかもな。ウラヌスを吹っ飛ばせー。オッケー爆散。はい、というわけでですね、今日は空中戦を想定した分離機体ウラヌスを紹介させていただきました。だいぶねちょっとね微調整がまだ必要なんですよね。できてすぐ紹介しちゃったんでちょっとアラはね多いんですけれども、だいたいねやろうとしてたことはねだいたいできたんで、個人的にはまあちょっと満足はしてますね。余裕があったらちょっとマーク2もね作ってみようかなと思います。で今回のこちらウラヌスはですねスチームワークショップにアップロードしてますので、興味がある方はですねサブスクして遊んでみてください。はい、というわけで今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。またね。